はい、イフルート、五大陸、最後ですね。猫島ダニア、行ってみましょう。ヒューズは仲間入ってないじゃないですか。最初入れましたもんね、前はね。さて、またイベントまとめてやります。もうここはね、アーカイブでやったのと一緒だし、まあね、若干違うと言ったらやっぱイベントだけなんですよね。で、ジュレットも、まあ、イベントあったりしましたけどね、舞踏家のイベントとかもありますけど、とりあえずそこは別撮りしますんで。フォローに合わなければそのままイベント進むと思います。あ、合いましたね。随分うなされていたの。何か悪い夢でも見ていたようじゃが、よかったらこのじじいに聞かせてくれんか。なるほどの、夢の中でネルゲルがそんなこと。どうやら事態は思っていた以上にシリアスかつデンジャーなようじゃな。こりゃのんびりしておれん。次はジュレット。ジュレット、お降りのお客様はお忘れ物のなきよう今一度ご確認の上ご降車ください。おっと、しかしジュレット駅では名物の常夏ココナッツを買うんじゃった。今はそちらが先決じゃ。お主は一刻も早くキーエンブレムを5個集めるのじゃぞ。わしはわしで準備を進めておくからな。では今日のところはお別れじゃ。運命の線路が交差するとき、また会おう。シリアスかつデンジャーなんだけど、それより常夏ココナッツの方が大事らしいです。ね。ジュレット駅に到着って言ってましたね。まあ、こんなのも混じってるんで、イフルートは。ね。これを電車ずっと乗らないで、全部ルーラストーンで移動してたんで、まとめて見ることになったんですよ、アーカイブの方はね。どこ行けばいいんだっつってね。あのイベントを見ないと先に進めないっていうね。こっち行ったら多分イベント始まるよね。入り口あたりでね。旅の人だね。ちょっと私の頼みを聞いてくれないかい。町の北にさ、ソーミャって女の子が一人で住んでいるんだけど、最近様子がおかしいのよね。私が行くと角が立つから、あんたに家まで様子を見に行ってほしいのよ。何もなければそれでいいからさ。
あなたは誰？私はソーミャ。何かご用なの？ここには私しかいないよ。大人の人もいないから。私の家族はもうあの子しかいないもの。私これから出かけるの。だから出てって。そうだ、あなたが一人前の証を持ってるくらいしっかりした人なら蝶々さんのところへ行くといいよ。なんだか強い人を探してたみたい。蝶々さんの家は町の北東にある教会の向かって左側の家がそうなの。本棚とか気になるところですよね。でもう一回入るとね、調べられたりするんで、ザ・キャッツ・アイ像とかね、ザ・キャッツレシピとかね、まあこんなの後でありますよね。ね、ああいう樽とかも小さなメダル入ってたりとかするけど、ちょっとね、今回は。君は旅の者。私はボーレン、このジュレットの町長だ。今この町は辺りをうろつく猫の魔物のオーボのせいでピリピリしてる。その対策を考えるのに忙しいんだが、何か用でもあるのか？ほほ、ソーミャから私が人探しをしていることを聞いたのだな。なるほど、君はなかなか強そうだ。それに一人前の証を持っているなら信用できるだろう。実はやってもらいたいことがあってな。町の者に頼める状態ではなくて困っていたところなのだ。まずは君の名を聞いておこう。ふむ、ポッコ君というのだな。ではポッコ君、私の頼みを聞いてはくれまいか。隣の島にある知恵の眠る遺跡へある人物が安全に届けていけるようにしてほしい。やってもらえるか。はい、やってくれるか。そのある人物というのは私のところに来ている客人だ。おお、キンラー殿、この方が引き受けると言ってくれましたぞ。こちらはベリナード城から参られたキンナー殿だ。遺跡の調査員をしておられる。どうも、ベリナード王立調査団のキンナーと申します。お忙しいところすみませんが、私は急いで知恵の眠る遺跡へ行かねばなりません。説明しましょう。知恵の眠る遺跡には我々ウェディにとって大切なものが収められています。ですが、ああ、なんということでしょう。その大切なものに異常の兆候が見られました。もしそれが深刻な異常だったなら、我々の未来が閉ざされる恐れがあるのです。そこでこの私の出番なわけですが、その遺跡の周りにはたくさんの魔物がいて、近づくこともままならないのですよ。そこで君にはキンナ調査員に同行して遺跡へ行ってもらいたい。それにふさわしいだけの礼は約束しよう。あなたが守るのは私でなく未来なのです。何卒よろしくお願いしますよ。遺跡があるラーディス王島へは町の南から出てミューズ海岸に行き、そこのカヌー乗り場からカヌーに乗っていけばいい。頼んだぞ。説明しましょう。まあこんなんがいいね。盗賊クエストちょうどやってる最中なんで、まあこれがね、落とすものとかも必要だったりするわけですけど、こっち側にはね、猫島って場所があってね、まあそこもね、後で行くことになりますんで。行くですよ。運が良かったですね。
お、黄金ホタテ、これだ、盗むんだ、そうだ、ね、余裕だね。ラーリス王島行きのカヌー乗り場はここですぜ、お客さん。オイラは私森のバルークってもんですよ。このカヌーに乗っていきますかい？それじゃあ早速行きますよ。ほれ、さっさと乗って乗って。まったく、小さな娘っ子がこんなとこに一人で来ちゃ危ないってのに。うわっ！しまった、やっちまいました。ボールのやつがポキリと言っちまった。すみませんね、お客さん。一旦戻って直しますんで、待っておくんなさい。お客さん、じっと時間かかりそうなんで、よかったらさっきの娘っ子の様子でも見てきちゃくれませんかい？何をしに来たんだか知んねえが、あの娘っ子に町へ帰るようにそれとなく言ってきておくんなさい。ないで、ゆっくりだよ。この子は町の港に流れ着いてて、誰にも気づかれずにいたのを私が最初に見つけたの。きっとこの子もパパとママに捨てられたんだ。私と同じだから、私が育てることに決めたのだから、お願いだよ、この子のことは内緒にして。いつまでもここに置いとくわけにいかないのは分かってるけど、でも はい、ホールが直りました。あの娘っ子どんな様子でした？町へ帰るって言ってましたかい？はい。そうですかい、それならいいんです。いや、お手間を取らせました。今度こそラージソートへ行きましょうや。ということですね。はい、じゃあね、ちょっと飛ばしていきますね。
ここなんですけど、まあ、キングスライムがいたりとかもするけど、多分倒せると思いますけどね。最初行った時、あ、無理かなと思ったんだけど、案外そうでもないっていう。ここね。どこにいたと思いますけど。あ、いた。あ、青箱とかあるね。あなたのおかげで猫の魔物に邪魔されることもなくここまで来れました。さて、この辺りには何か異常な様子は見当たらないでしょうか。うん、遺跡そのものには異常はなさそうに見えますね。やはり波紋の音叉に何かがあったと見るのが正しいようです。説明しましょう。この遺跡の奥には波紋の音叉と呼ばれる大切なものが収められているのです。ベリナードの女王ディオーレ様が歌う恵みの歌のことはご存知ですか。女王様の恵みの歌によって水は清められ、この海のすべての生きとし生けるものに守りの加護が与えられるのです。そして波紋の音叉はその恵みの歌を諸島全体へと伝えるという重大な役目を果たしているのですよ。恵みの歌の恩恵がなくなればウェナ諸島に何が起こるか。こうしてはいられません。すぐに奥へと向かいましょう。説明しましょう。とりあえずね、奥にね宝があるんで、まあ、こういうのは全部スルーでいきましょう。おっと、やっと波紋の音叉のところまで来ることができましたね。波紋の音叉の見た目は特に異常ないようですが、むむ、これはいけません。大変だ、音叉の機能が完全に止まってしまった。故障の原因は分かりました。説明しましょう。音による振動波を増幅させる部品の結晶ガが劣化してしまったようです。こんなこともあろうかといくつかは結晶ガを持ってきていますが、一本だけ足りないようですね。でもご安心ください、結晶ガは幸いにもこの遺跡の中で得られるものなのです。というわけで、すみませんが、ちょっと戻って結晶牙を1本手に入れましょう。結晶牙はこの遺跡に出現するデスマエストロを倒すとよく落としますから。なんか上に宝あったよね。
デスマエストロ、あれどうやって行くの？ここか。魔法の小瓶のために来たわ。キーナーついてきてるけど。修理できます。さあ早く波紋の音叉のところまで戻りましょう。あなたのおかげで無事結晶画を手に入れることができました。私は早速修理に取り掛かります。修理の間お暇でしょうから、この遺跡のあらましでも説明しましょう。この遺跡は17代前のベリナード国王ラーディスが作ったと言われており、神殿としての役割を持っていたようです。ラーディス王は王位を妻に譲り、その一生をこの神殿の建造に捧げたと伝えられていましてね。波紋の音叉を守るためあえてこのようなところに神殿を作ったということなのですが、何か他の大きな目的があったのではないかと私は推測しています。ラーディス王を最後にベリナードの王は女性が務めるようになったのですが、それとも何か関係があるのかもしれません。これでよし、お待たせしました。修理は無事に終わりましたよ。おお、ギリギリで間に合いました。女王ディオーレ様が恵みの歌を歌い始めたようですよ。ほら見てください、恵みの歌の力で周りの海水に聖なる守りが与えられていきます。これでウェナ諸島の海は荒れることもなく、海の幸にも恵まれるのです。ふう、修理がうまくいって私もやっと肩の荷が下りましたよ。これも全てあなたのおかげです。本当にありがとうございました。いてくれて本当に助かりました。私は別の調査が待っているので急いでベリナード城へ帰らねばなりません。お礼は町長さんに預けておきました。ではこれにて失礼します。では君に礼を渡そう。私からの分も上乗せしておいたぞ。不満そうな顔だな。それでは足りないというのか。うん、そうか。君はキーエンブレムが欲しかったのか。だがいくら町長である私の頼みとはいえ、人の手助けをした程度でキーエンブレムを与えることはできん。町一つを丸ごと救うくらいの大仕事をやってくれたのなら考えてもいいのだがね。さて、では何事だ。
町長、町の中に猫がいやがったんだ。ソーミャだ、あいつが猫。何？ソーミャと猫に何の関係があるというのだ。とにかくソーミャの家へ来てくれ。ほっとくとソーミャも危険かもしれねえ。わかった、君もソーミャの家まで来てくれ。町を丸ごと1個救うぐらいの大仕事をしないともらえないらしいですね。一体何事だ。おいバーセル、まさかソーミャが猫の魔物に襲われたんじゃないだろうな。違うんだ町長、とにかくこれを見てくれ。これは猫の魔物の赤ん坊なのか。ソーミャ、これは何だ。お前が連れてきたというのか。うちの息子は猫の魔物に怪我をさせられたんだぞ。それを町の中に連れ込むなんて許せねえ。このところ町の周りにやたら猫の魔物がうろついているのはこれが原因だったんじゃないんですか。きっとそうだよ、このまま放っておけないよ。どうした町長、このチビ猫を何とかしてくれよ。そうだな、何とかせねばなるまいな。ダメ。町長さん、しっかりしてくださいよ。でもさ、どうするんだい。この子猫に手を出したりしたら猫の魔物たちが何するかわからないよ。そんなのは俺の知ったことじゃない。町長が煮るなり焼くなり好きにすれば。やれやれ、見ちゃいらんねえな。なんだね君は。ただの通りすがりさ。あんたらができねえってんなら俺が代わりにこいつを海に放り込んできてやるよ。家族だ。バカ言ってんじゃねえよ。おい待て、本気なのか。当たり前だろ。まずは私の家で話をしよう。それからでも遅くはない。はい、パパとママに捨てられたんだよ。ということで、海に捨てるなんてひどい。あのお兄ちゃんを止めて。はい、ヒューザさん止めましょう。ヒューザ君と言ったな。その子猫を海に捨てるというのは考え直してもらえんか。あのガキに返せとでも言うのか。いや、そうではない。確かにソーミャは家族がおらず、あの子の気持ちはわからないでもないが、猫の魔物が辺りをうろついていたのはその子猫のせいかもしれんのだ。町に置いておくわけにはいかない。しかしそいつを海に捨てたことが奴らに知られでもしたら、どんな報復を受けるかわからんのだ。君も来てくれたのか。
なあお前、名前はなんて言うんだ？お前も旅の途中なんだろ？大して急がねえんならちょいと俺に付き合わねえか？こいつを親元に返してやろうと思ってな。俺一人で探すのもめんどくせえ。お前も手伝ってくれねえか？海に捨てるのではなかったのか？それじゃあこの町がヤバくなるんだろ。そっちの面倒まで見るのはごめんだぜ。すまん、恩に切る。ならば猫島という島に向かうといい。そこではこの地方の猫の魔物たちが集団で暮らしているらしいのだ。島の奥には巨猫の巣と呼ばれる特別な場所があるとも聞いている。そこに行けば手がかりが得られるかもしれん。当てがないよりはマシだな。そこへ行ってみるとするか。これは正式に私からの依頼としよう。確か君はキーエンブレムが欲しいということだったな。これは町を救うという大きな仕事だ。うまくやってくれたら君たちにキーエンブレムを与えようではないか。話は決まったな。付き合ってもらうぜ。ダメ、その子は私が育てるの。このガキ立ち聞きしてやがったな。私がその子のお母さんなの。だから私に返して。ガキに付き合ってる暇はねえ。行こうぜ。おいおい、どうしても行くんなら私も連れて行って。ああ、うっぜえ。わかったよ、連れてってやるよ。ほっといてこっそり後からついてこられたりしちゃかなわねえ。ほら行くぞ。絶対に俺から離れるなよ。それじゃ巨猫の巣とやらに出かけるとするか。行くぞ。この間にね、ちょっと盗賊クエストやってきましたね。2つほど。お宝ハンターとかね。キャット・リベリオよ。わらわの息子ジュニアは、まだ見つからぬのかい？は、申し訳ありません。ですが、ウェディどもの仕業に決まってます。あやつらの町の周りを探らせてますが、なかなか尻尾をつかめませんで。むむっ、何者じゃ貴様は。ここがこの猫島を治める女王キャットマンマー様のお部屋としての牢石か。マンマー様は今ご子息を失って大いに心を痛めておられる。お慈悲のあるうちに立ち去るがいいにゃ。むむ、貴様らウェディの連中か。勝ち込みなら帰り討ちにしてやるにゃ。慌てんなよ豚猫。俺たちは届け物に来ただけさ。豚猫だと？貴様ら、俺の剣の錆にしてやるにゃ。待つがよい、キャットリベリオ。はっ、キャットマンマ様。しかしこやつらは。待てと言った。はあ、そなたたち、何用でここに来たのかい？
俺たちはあんたらのお仲間を返しに来てやったんだ。おい、あのチビ猫をこのデカ猫に見せてやれよ。はずもない、まさにわらわの息子ジュニア、よくぞよくぞ生きていてくれた。さあジュニアを我が元に返してやれよ。ちょっと待ったにゃ、貴様らなんてことをしてくれるにゃ。俺様の計画を水の泡にする気か。計画とな。しまったにゃ。バレちまったら仕方ない。こうなったら全部バラしてやるにゃ。計画ってのはな、まずはあんたのジュニアを海に流して亡き者とすることにゃ。そして気落ちしたあんたを葬りゃ、次のボスの座はめでたくこの俺様に回ってくるのにゃ。リベリオ、そなた何ということを。その計画も貴様らのせいで失敗にゃ。こうなったら力押しあるのみ。まずは貴様らからだ。ジュニアとマンマーの始末はその後にゃ。こいつはやべえぞ。とりあえずはあの豚猫からチビ猫とこのガキを守る。私もその子を守る。ここに来る途中もお手伝いしてきたし。おいおい、わかった、お前も手を貸せ、ソーミャ。豚猫って言うにゃ、始末日にあげてやるにゃ。さあ豚猫退治しましょうね。まあ多分5大陸最後に来たから前よりは強いと思いますけどね、ライブの時よりはね。3枚に下ろしてやるにゃ。はい、必殺お宝ハンター。ダメージとともにね、ひるませられっからね、いいよねこれね。周り邪魔すな。
殺受けますよね。なるとやっぱインフレしてきてね、相手も強くなるけどこっちもそれ以上に強くなるからね。のようなやつにこの俺様が負けるとは。こうなったらジュニアだけでも道連れにしてくれるにゃ。じいさんと約束してるんだ。今すぐここから消えな。ふむ、人の子らよ、波紋の音叉が壊れたことはわらわも聞き及んでおる。国の礎たる恩差のようなものが急に壊れたのはなぜか、あるいはわらわの力が同族たちにあまねく及ばなくなり、キャツのようなものが現れたのはなぜか。なんだ、何の話だ。わらわは何やら忌むべきもの、悪しき意志がこの大地を覆い隠さんとしているように思えるのだ。このことを夢忘れることなかれ。ふむ、それについてはそなたの方が骨身に染みて知っているようだな。チッ、何のことやらさっぱりだ。なあ、わかったよ。と、ほら、お前の出番だぜ。でも、ユーザ兄ちゃん、この子は私の家族。親がいない寂しさはお前が一番よく知ってるはずだろ。その寂しさを知ってるお前がその子を親から引き離したままにするのか。幼きウェディの者よ、そなたがわらわのジュニアの命を救ってくれたのかい。この子は
町の港に流れ着いてました。私、この子は捨てられたんだって思って、私の家族にするつもりだったの。ごめんなさい。謝らなくてよい。すべてはわらわの愚かな配下がしでかしたこと。そなたに落ち度はない。そなたはジニアにわらわと変わらぬ愛を捧げてくれたのであろう。ならばわらわは礼を言わねばならぬ。この子を返します。ありがとう、わらわの息子。もう離さぬぞい。そなたらに礼を言おう。よくぞジニアを届けてくれた。そなたらのおかげでリベリオの暴挙も止めることができたのだからな。時にそなたはヒューザと言ったな。なんだよ。わらわもな、先代と約束したのだ。ウェディの者を殺してはならぬとな。遠い時代、我らキョネコ族の勇士とウェディ族の勇士が手を取り合い、巨大な悪と戦ったことがあるらしい。そんな話には興味ないな。そうか。だがわらわもその約束は守ろうと思っているのだ。とはいえ、わらわの意に沿わぬ者もいるだろう。そなたらに敵意を向けるやもしれぬが、そのようなものは好きにして構わぬぞ。こっちの面倒事を解決しただけさ。さ、用は終わったし帰るとしようぜ。町長に報告に行かねえとな。うん。何うだうだしてやがんだ。ほら、ちゃんとお別れを。ヒューザ、聞こえますか。この者は悪しき気配から世界を守るための重大な使命を果たす旅をしています。ああ、誰だ、誰の声だ。あなたならこの者を助けることができるでしょう。この世界の希望を絶やさぬように。どうしたの、ヒューザ兄ちゃん。いや、なんでもねえ。ほら、別れってのはさっぱりやるもんだ。もう行くぜ。これで全部ですね。じゃあ次はね、過去のグレン編になりますんで、あそこちょっと長いんで2パートぐらい分かれるかもしれないですね。おお、君、ヒューザ君、ソーミャも無事に子猫を親猫に返すことができたようだな。町の周りをうろついていた猫の魔物もすっかり姿が見えなくなってな。これで町の者も一安心というところだ。勘違いすんなよ、町長。もうあのチビ猫を探してこの町に来ることはないだろうが、あいつらは所詮魔物なんだぜ。
て、いい猫だよ。町の周りから猫の魔物がいなくなっただけでも私にはありがたいのだよ。このジュレットに住む者に安心を与えるのが町長たる私の役目なのだからな。ふん、そりゃご立派なことで。ユーザ兄ちゃん、またそんなひねくれた言い方する。君たちの働きは実に見事だった。まさに我が町のキーエンブレムを与えるにふさわしい。さあ、この青のキーエンブレムを受け取るがいい。もちろん君にもだ。さあ、受け取ってくれ、ユーザ君。いらねえ。何？しかし、このキーエンブレムがあれば他の国でも信頼を得やすい。持っていて損はないと思うが。俺はそんなもんには頼らない。自分の力で人に認めさせてやる。レーンの村を出た時そう決めたんだ。そうか。ならば無理にとは言わない。君の好きにすればいい。そうそう、これも何かの縁だ。俺は当分お前についていく。嫌とは言わせねえ。足手まといにはならねえから安心しろ。ほら、ソーミャ、お別れをしなさい。うん、いろいろありがとう。よかったらまた会いに来て。そうだな、近くに来たならぜひこの町に立ち寄ってくれ。はい、ということでね、猫島の恩人、これで5個揃いましたね。あとはソメの家に行くんだね。それでイベントは終わりです。あとは電車乗ったら、箱舟に乗ったらね、なんかイベントがあるので、またイフルートでね、そこはやりたいと思います。お前は自分に親がいねえのが寂しいからって、あのチビ猫をずっと手元に置こうとしてたよな。今でもそうしたいと思うか？ううん、もう思わない。頼れる相手がいるやつはそいつに頼ればいい。だがいないやつは自分が強くなるしかねえんだ。誰にも頼らずに生きていけるようにな。俺は今までそうしてきた。これからもそうやって生きていくつもりだ。うん、そうだね。別にお前にそうしろって言ってるわけじゃねえよ。勘違いすんな。ところで、あの女王猫が言ってた悪しき意志ってのに本当に心当たりあるのか？ネルゲルって野郎がそんなこと。なるほどな、あの声はそれに関係あるのか。ああ、いや、女王猫のところでは、お前についていけって妙な声だな。ユーザ兄ちゃん、それってジュレットの町もじきに危ないってことだよね。やっぱり私もユーザ兄ちゃんについていく。町を守る。
の時みたいに二人の戦いのお手伝いする。いいや、ソーミャ、お前は残って町を守れ。親玉退治は俺たちに任せな。そうだ、町のみんなと仲良くなって町をみんなと一緒に守りきって、いつか帰ってきた俺に強くなった姿を見せてくれ。元気でね、ヒューザ兄ちゃん。兄ちゃんはやめろ。うん。私はヒューザ兄ちゃんみたいにはなれないかもしれないけど、町のみんなともっと仲良くなって一人でも生きていけるように頑張ってみるよ。それで大きくなっていつか猫島にいるあの子に会いに行くんだ。お友達になってもらいに。いろいろありがとう。私はもう大丈夫だから。最初と全然違うね、この一パートでね。はい、ということで、はい、あそこに電車乗ればいいでしょうね。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。